魔女の標的は、平井和正の短編小説、SF マガジン1972年3月号に掲載された。後、本作を表題作とする短編小説集が角川文庫から刊行された。本校ではこの短編集についても扱う。本作は、平井の短編小説、妖怪教室と池上良一作画による、 漫画、スパイダーマンのエピソード、金色の目の魔女に、平井が提供したストーリーを原型としている。本作の、金色の目の魔女からの変更点として、終盤から結末までの部分は含まず、事態の解決を見ないまま結末となる。また、主人公は、スーパーヒーローではない普通の男子高校生に変えて、一人称の語り手とし、スパイダーマンの、レギュラーキャラであった荒木は省かれて、 金色の目の魔女のみの登場人物である、鏡明に統合されている。本作は、その後、平井の資料狩りが陽景一の作画で漫画化された際に、エピソードの一つとして取り入れられ、改めて漫画化されている。本作や、金色の目の魔女の登場人物の一人、私立探偵の赤原は、平井の長編 SF 第一作、メガロポリスの虎にも登場する。 一種のスターシステム的扱いである。また、鏡やきの名前は、平井の作品にはたびたび登場するが、実在の作家から名前を借りている。主人公、犬飼いの高校に、新人の女教師、三輪のマナジが赴任する。それ以来、高校では、事件が頻発する。実は、マナジが以前に勤めていた高校も、相次ぐ事件の末に荒廃していたのだった。短編集。 魔女の標的は1974年10月に角川文庫から刊行された。収録作品は次の通りである。ありがとうございます。